なゆこネットへようこそ。僕、裸デバネズミです。今日は桃太郎と69男のお話だよ。みんなで鬼ヶ島に行くんだね。楽しみだな。ズミズミ。桃太郎と69男。昔々、あるところに桃太郎がいました。ある日、桃太郎は遠く離れた鬼ヶ島に行こうと決心しました。きびだんごを持っておいきなさい。おいしいきびだんごだよ。おばあさんはそう言って桃太郎にきびだんごを渡します。ありがとう、行ってきます。きびだんごをもらった桃太郎、こんなおいしいきびだんごならみんなに食べてほしいなと、道中で出会う生き物みんなにきびだんごを渡します。犬、猿、キジ、ネズミ、猫、羊、クマ、クマ、クマ、鬼ヶ島に到着です。鬼たちはびっくり。鬼ヶ島にこんなたくさんの生き物たちが来たのは初めてだからです。桃太郎は鬼さんたちにもきびだんごを持ってきたよと言いました。これには鬼も大喜び。桃太郎は人間に恐れられ、鬼ヶ島に追いやられた鬼たちをずっと心配していたのです。仲間外れはもうおしまい。桃太郎とお友達はそんな鬼たちを仲間にするために来たのでした。こうして桃太郎は鬼は怖くないことを人間にも分かってもらい、鬼と生き物たちはみんな仲良く暮らしたとさ。おしまい。なゆこの動画を最後まで見てくれてありがとう。これからもなゆこネットをよろしくね。それじゃあまたね。ズミズミ。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいな。ほほほほほ。